ダンディリオンを救出する方法を考えた。それにはドゥドゥがいる。どんな方法？教えて。メンジに化けてもらい、ダンディリオンをオクセンフルトに移送するよう命じる。その途中で奪還するんだ。でも、ドゥドゥをどうやって見つけるつもり？彼は友人だろう。居場所に心当たりは。居場所より誰の姿かが重要ね。厄介ごとに巻き込まれた時はいつも別人に姿を変えるの。今回はどうかしら。姿をくらましたきりだけど。ドゥドゥに姿を現すよう伝えなければ。伝言を頼めそうな友人はいるか？ダンデリオンとイリナ・レナードの一座くらいね。夜明けから日暮れまで一座と一緒に舞台の上とか観客席に紛れてた。演劇を見るのが好きだったのか？そうよ。あの後彼が来なかったのが不思議だったわ。一座を頼ることができたはずなのに。役者たちの協力が得られそうだな。ドゥドゥの名前を出せば大丈夫よ。イリーナたちは彼には大きな借りがある。演劇を利用するのも手だ。ドゥドゥにメッセージを伝えるんだ。そして姿を現すよう仕向ける。悪くないけど、セリフをちょっと変えるぐらいじゃ無理よ。それに最初から最後まで暗記しているような劇をこんな時に見ると思う？ではどうすればいい？全く新しい脚本を一から書くのよ。壮大でドゥドゥの興味を引くような演劇を作るの。そうなると何より大事なのは題名ね。街中で話題にならなきゃダメよ。今すぐ取り掛かりましょう。じゃあ脚本を書き始めるとするか。筋書きのアイデアは？実は君に任せようと。大事なのはあなたが信頼できると伝えることよね。ダンデリオンを助けたいってことも。メッセージは明確に、でも自然でなくてはいけないわ。それには演劇らしい物語が必要ということ。ここまではいい？大体わかった。やりましょう。さて、うまく伝えられる表現を決めなくちゃね。興味を引くには現代的な話がいいわ。オフィスの傭兵隊長の話とか。ああそうだ、ロレンツォ・モーラよ。野望を秘めた悪党がいて、ある時ドップラーがそいつをコケにする。彼は身を隠すことになり、たった一人の友人であるウィッチャーが手を差し伸べて、彼の娘の、あ、いえ、ここは恋人ね、恋人の命を救うの。そうね、うん、これだわ。どう思う？面白そうだ。本当？そうね、ロレンツォ・モーラね。あ、やっぱりダメよ。ちょっと待って、エルレン・ウォルドのアーケオンの物語にしましょう。秘密の恋、婚約、呪い、冷酷な女王、真夜中の鐘。だが問題は正体を表すタイミングね。実は怪物で王女をさらおうとしてるの。彼の死を願う人々のためにウィッチャー登場。そして最高の結末を迎える。決まりね。何か言いたいことは？いい題名が必要だな。言い方は悪いが、物語の内容より大事だ。いくつか考えてあるわ。あなたが選んで。今度は俺の意見を聞いてくれるのか？もちろん共同作業なんだから、私が責任者なだけよ。いい感じなのはドップラーの救済と暴かれたすり替え事件、あるウィッチャーの勝利の2つね。どっちがいいと思う？暴かれたすり替え事件、あるウィッチャーの勝利がいい。伝えたいメッセージが強調されてる。一つ問題がある。ドップラーが出てこない。王女と呪われたアーケオンだけだ。簡単よ。アーケオンの代わりにドップラーにすればいい。重要なのはメッセージよ。ウィッチャーが現れてドップラーを助ける。これでいい？ではこれはコメディなんだな。ドラマチックなセリフを考えてたけど、軽い話が好きならそうするわ。それだけ決めて、あとは私が書くから。コメディが無難だろう。いいわ、書き始めるわね。その間は隅に座って静かに本でも読んでて、もしくは黙って考えててね。いい？ああ、執筆の手助けは必要なさそうだな。ゲラルト、ウィッチャーと韻を踏む言葉で言えば？えらいこっちゃ。もういい、静かにしてて。
できたわ。もう少し時間があれば傑作になったんだけど。時間切れだ。ドゥードゥへのメッセージを忍ばせることはできるか。メッセージ？どうにか入らないか。例えば夜明けにキングフィッシャーで待つとか。そんなの入れたら雰囲気が台無しよ。絶対にダメ。ドゥードゥに連絡するためだ。それが目的だろう。まあいい、この作戦うまくいきそうか。そうね。彼の傷跡で見分けられると思ったけど、それだけじゃ不安ね。後で考えましょう。まずはこの脚本をイリーナに見てもらわなきゃ。どこにいるか知ってる？広場の外れのブッチャーズヤードで一座と公演中よ。先に行く。後でな。マダム・イリーナの一座が公演するのはここか？うん。でもチケットがないと入れないぞ。それに今はリハーサル中で公演はやってない。まあ見てると面白いがね。それでチケットを買うのか？公演中じゃないんだろう？それでもチケットは買える。どうする？チケットがいるかい？ああ、頼む。ほらよ。でも見つかるなよ。リハーサルは見られたくないもんだからな。なんか違うんだ。もう少しなんだけど。マダム・イリーナか、話がある。リビアのゲラルトじゃない。ダンデリオンがよく話してくれたわ。彼も一緒？いや、近いうちに連れてくるよ。今日はドゥードゥのことを聞きに来た。そういうことなら劇場裏の私の部屋で。そこなら邪魔が入らないわ。何かしら。最近ダンデリオンもドゥードゥも見てなくて。演劇を上演したい。観客を引きつけられるものがいい。なるほど。ドゥードゥの興味も引きつけて彼をここに来させる気ね。新しい劇を作るの？脚本は誰が？プリシラだ。実はもう書き上がってる。ウィッチャーがドップラーを死の運命から救うストーリーだ。へえ、面白そうね。読んでみたいわ。でもまずは宣伝とそれから警備のことを考えないとね。客席係が必要だわ。あなたに任せてもいいかしら？客席係が必要か？ドップラーが出てくる劇は物議を醸しそうだが、係を置こうとか？頻繁に劇場に足を運んでないとわからないでしょうね。ここの観客は扱いが難しいのよ。腐ったリンゴやトマト、卵を投げつけられるのか？斧や肉切り包丁、レンガの方が多いわね。なるほどな。心当たりは？鳩場に行ってみたらどう？小銭と引き換えでも仕事をする男が見つかるはずよ。公演の情報を広めるためにできることは？そうね、町中の人に知らせたいからパフィンズに頼んできて。パフィンズと？大道芸人よ。宣伝を任せれば鳩場の空にくっついてる会にまで広まるわ。彼らはどこにいる？ビッツにある長屋に住んでたはず。でも今もいるかはわからない。最近見かけないの。もう全身タイツで大道芸をやるのはやめてしまったのかしら。彼らを探して力を貸してくれるか聞いてみよう。感謝する。客席係を見つけてまた戻ってこよう。じゃあまたね。まだ溢れてる。ここまでひどくなる。
こりゃまた怖い顔だな。下水道に流れるクソみたいにクズがノビグラドに流れ込んでいる。女魔術師の宝刀ぶりは商売女顔負けだ。いい曲だな。でもひどく悲しげだ。じゃあ私の気持ちが伝わってるわね。ここに何の用？パフィンズを探してるんだが、お前たちか？お金なんかないわ。ほっといてよ。何か誤解してるようだ。ごめんなさい。地主がゴロツキを雇って取り立ててると聞いたから。むしろ金を払いたいんだ。マダム・イリーナの新しい芝居を宣伝してくれたら報酬を出す。悪いが無理だ。セイ・ヘメルファルト、天に背く信仰に飲み込まれ、老いた娼婦とふざけ合う。この歌を発表して以来、ファッツォの手下から嫌がらせを受けてるんだ。ファッツォの手下？教会に雇われた連中だよ。今じゃ町中に溢れてる。あいつらニッサを脅迫したのよ。ナイフで耳の先を切り落とすぞって。演奏しようとしても邪魔されるの。観客を追い払われて、楽器も壊されて、最近では待ち伏せまで。みんな我慢の限界でどうしていいかわからない。なるほど。ファッツォと手下たちを何とかしてやろう。そうすれば芝居を宣伝してくれるか？もちろんよ。でも簡単じゃないわ。あいつらに話は通じない。話すのは苦手だ。ちょうどいい。もう一度言ってみろ。別に何も。テメリア人、仕事を取られてる。嘘までつく気か？おい、こいつどうぞ。お前たちだな。おい、ファッツォ、見ろよ。あいつの目、まるで猫だぞ。マジだ。きっとあいつの母ちゃんが野良猫とやったんだぜ。教団が支配するこの町で変な真似するなよ、猫め野郎。パフィンズに手を出すな。大祭司ヘメルカルトを侮辱した奴らのことか。女を飼ってると抜かしたんだぞ。絶対許さない。あのクソったらどうも連れてこい。神を冒涜した罪でケツに笛を突っ込んでやる。新しい音楽ができるぞ。火をこくたびに音が鳴ってな。パフィンズに手を出すな。わかった。奴らに手を出さない。どうなってやがる。黒魔術だ。このクソ野郎が捕まる。喧嘩の時間だ。全員もういい。クソ、やめろ。お前ら逃げるぞ。ああ、素晴らしい。奴らを苦しめてくれた。一人二人と背中越しにドカン、縄天に一撃。これからはフードで姿を隠さずに堂々と外に出られるのね。ありがとう、本当に。いや、大したことでは。すごいことよ。約束はちゃんと覚えてる。声が枯れるまでイリーナの新しいお芝居を褒めて回るわ。いくら払えばいい？そんなのいらない。恩人に力を貸さない理由がないわ。この町の半分の人間を劇場に行かせてみせる。少し準備を済ませたら町に出るわ。それじゃあまた。
剣の殺しよ。聖なる炎よ。そんなに俺に聞こんで、中は焦ったのでしょう。それがどうだ。いい戦いぶりだ。足さばきがいい。俺に挑戦したいか、それともハルか。さあお立ち合い、ウィッチャーとメティナの猛獣の対決だ。死神と野獣がぶつかり合うぞ。お前たちに仕事を頼みたい。演劇の公演があるんだ。舞台で暴れればいいのか。いや、客席係だ。劇場を守ってくれ。舞台でも観客席でも誰も怪我をしないように。守る？怪我をさせるのが仕事でな。賭けをしないか。俺が春に勝ったらタダで仕事を受けてくれ。うん。なあ、春は演劇が好きじゃないんだ。悲しい恋を経験してるのさ。あいつの説得にはよっぽどの理由がいる。こうしよう。俺たち両方と同時に勝負だ。世紀の対決になるぞ。ウィッチャーとメティナの総統流の決戦だ。俺が負けたら？もちろん負けるだろうな。まあ仕事は引き受けてやるよ。報酬は倍でな。いいだろう。同時に相手してやる。先に金を出しな。負けたら金は置いてけよ。今の稼ぎの倍だ。約束通りな。俺が勝ったら返してもらうぞ。ハル、早く終わらせろ。次はウィッチャーが相手だ。俺は太った野郎の勝ちにかける。この野郎に決まる。これはこれは、こんなに強いやつはめったにいないぞな、ハル。こいつは喋れないが、顔を見りゃわかる。お前を気に入ったようだ。まだ時間はある。望むものを護衛してやろう。金はいらないな、ハル。
ほら、金を返そう。心配するな。その踊りが始まるまでには行くさ。俺は太った野郎を決まるわ。化け物が。ああ、来たのね。客席係を雇えたぞ。素晴らしい。問題は一つ解決ね。脚本について話がしたい。悪くないわね。というよりすごくいい。ドゥドゥのためなら本気を出さなくてもいいと思ってたけど、これならすごく面白いものができそうよ。召使いとウィッチャーと女王の配役は私の中でもう決まってるわ。でも王女と王子の配役は悩みどころよね。ウィッチャーの役は誰がやる？アマチュアだし、一緒に仕事をするのは初めてだけど、彼ならうまく演じてくれると思うわ。新人の役者か？そうとも言えるわね。もうとぼけないでよ。あなたのことよ。いいだろう。観客を沸かせるのは無理でも、ドゥドゥに俺の姿を見せるのが重要だ。でもちゃんと努力はしてもらうわよ。最低限セリフは覚えてね。やれるだけのことはしよう。さて、王女のことだが、出番は少ないが重要な役だ。誰が演じるのがいい？プリシラしかいないわね。若くて綺麗だし。まあ、私の方が舞台での経験はあるけど。プリシラにやらせよう。その、観客が重視するのは。役者の見た目よね。演技よりも。わかってる。彼女に伝えておくわ。きっと立派に演じてくれるはずよ。ドップラーの王子役は決まってるのか？候補が二人いて決めかねてるのよね。無難に選ぶならアベラードリザよ。この一座で長年演じてるし、演技にもそつがないわ。ただ観客を魅了するような花は持ってないの。もう一人の候補は？マキシム・ボリエール。卓越した演技の才能で観客を熱狂させるわ。ただ悲しいかな、シラフで来る保証がないの。来るかどうかも怪しいわ。アベラードにしよう。気まぐれな芸術家より信頼できる職人の方がいい。その通りね。今回の計画ではマキシムは危険が大きすぎるわ。よし、配役はもう大丈夫だな。そのようね。あなたも舞台に上がる準備はよくって？すぐにでも始められる。とりあえず脚本には目を通しておいた。今すぐにでも大丈夫だ。そう、時間がないわ。舞台に上がって。ゾルトン、何をしてるんだ？芝居をやるってプリシラに聞いたぞ。しかも主役だって。主役じゃない。見逃したらヒゲを剃り落とすより後悔しまう。なあウィッチャー、股間が盛り上がったピッチピチのタイツを履くのか？来てゲラルト、舞台に上がる前は精神を集中するのよ。頑張れよ。ご来場の皆様、神聖都市ノビグラドの誇り高き市民の皆様、本日はようこそいらっしゃいました。本日お目にかけるのは
傑作コメディ、題名は暴かれたすり替え事件あるウィッチャーの勝利。出演は本人役でウィッチャーのゲラルト、女王役のカタリーナ、従順な召使いを演じるはレオ・ライブ、そして王子はノビグラド演劇界の重鎮アベラード・リザー。そして王女を演じますは、歌う声はまるでナイチンゲール、愛らしい吟遊詩人プリシラー。モンスタースレイヤーです。召喚に応じ城門の前に現れました。招き入れなさい、彼と話したいわ。でもまずはワインを震えを止めるため。ウィッチャーよ、何より難しい試練を授けましょう。今夜人々の喜びの最中、怪物が現れる。見張りに立ち、現れた獣の息の根を止めるのです。褒美は柔らかな枕の上でたっぷりと与えられるでしょう。世にも恐ろしい怪物を斬る、それこそ我が使命。その使命に従うだけ、報酬のためではなく。餌に食いついたぞ、バカのウィッチャーめ。あのおぞましい婚約者の真実の姿を見せてやろう。怪物の姿が現れ、ウィッチャーが仕留める。剣で切り倒し、首を切り、杭に刺して晒すのだ。恋人が怪物と知れば、娘は悲しむでしょう。殺される前に、せいぜい最後の晩餐を楽しむといいわ。ここに勢ぞろいした気高い貴族の皆様、この良き日に王女様のご婚約をお祝いされる。怪物よ、今日だけは現れてくれるな。恐れをなして招待客に隠れているのか。愛しの姫よ、どれほどの間恋の炎を胸に秘めて過ごしたか。我々は熱い欲望を抑え続けてきた。だがそれも今宵限り、どうか我が妻となってくれ。確かこの後でひざまずくのだったな。ああ、愛する人よ、喜んで。待て、この喜ばしい瞬間にはワインで乾杯をせねば。さもなければ恐ろしい呪いに苛まれよ。ラックス、これはワインではないか。銀の混ぜられた蒸留酒だ。腹が痛い、おぞましい怪物を生んでしまいそうだ。見ろ、王子ではない、ドップラーの化けた偽物だ。たとえ偽物でも真実の愛を育めるということか。見よウィッチャー、あれこそが九段の野獣。その剣を解き放て、一撃で冥府に送れ。待って、やめて。野獣でも人間でも私の愛する婚約者なの。剣を収めろ、ドップラーを恐れるのか。愚かなことだ。姿を変えることが邪悪を表すはずもない。怪物を怪物たらしめるものは肉体ではない。寂しい心だ、この悪党の傷んだ心のように。その通りです。この卑劣な男の疑り深い心が私の心を曲げ、私をそそのかしたのです。ドップラーを殺すでない、娘と結ばれるがゆえに。人間でなくとも娘が心から愛しているのです。物語は結末を迎えた。皆様への教訓は、
姿が変わるだけで怪物と呼ぶなかれ。ドップラーの真の友人であるウィッチャーは正義を示した。だが邪悪な召使い、お前は牢屋行きだ。衛兵、衛兵を呼んで、裏切り者を連れて行って。王女の命令が聞こえなかったか。上がってこい。おい、あんた、ほら、ステージに上がれよ。反逆者は地下牢に投げ込んじまえ。怖がるな。話の最後にはハッピーエンドが待ってる。ドップラーと王女はその日の夜に結婚し、それを目にした召使いも涙しましたとさ。ドップラーを火炙りにしろ。火に投げ込め。やめとけよ。受け狙いだってわかるだろ。こいつはコメディなんだから、そうマジにならずに笑っとけって。分かったんだい。ああ、ホアソンが君の顔に残した土産のことを聞いていたからな。つまり何でも知ってるんだね。シリには会えた？いや、今も探してる。ゲラルト、才能あるぞ。いい演技だった。こんなに笑ったのは何年ぶりだろう。こんなの誰も信じないだろうな。教えてくれ。ダンデリオンと二人でルーベンにホアソン、聖堂衛兵団を同時に怒らせたようだが、一体何をやった？怒らせようとしたわけじゃ。シリがお前のためにホアソンの家に戻ったのは分かってる。どうやって逃げた？彼女の後ろを追いかけたんだけど、足手まといになってたんだ。彼女が大声で姿を変えて隠れるように言った。僕もシリとダンデリオを探そうとしたんだよ。でも見つからなかった。命が危ないと思って毎日姿を変えた。追っ手を騙すためにシリになろうとも思った。なるほど、待てよ。ゲラルト、最後にシリらに会ったのはいつだ？ずいぶん前だろう。ああ、かなり前だ。俺も似たようなもんだ。立派な大人の女性になったんだろうな。ドゥドゥ、少しだけでいい。シリの姿を見せてくれないか。いいのかい？見せてくれ、彼女の姿を。変な感じだな。二人にまじまじと見られると。もういいだろう？ああ、もういい。十分だ。ゲラルト、怒ってないよな？ああ、安心した。ダンデリオンは？彼には会えた？奴はウィッチハンターに捕らえられたが、いい知らせもある。ダンデリオンを助け出すために君の力が必要だ。何をしてほしいの？メンジの姿でダンデリオンをオクセンフルトに移送する命令をしてほしい。俺たちは途中の谷で待ち伏せをする。うまくいけばダンデリオンを解放できる。待って、先走りすぎだよ。どうやってメンジの姿に？それにダンデリオンの居場所も。よく聞け。君ならやれる。メンジは行方不明だと思われてる。好きに話を作ればいい。俺たちは谷で待ち伏せする。ゲラルトも合流するから、そこでお前からの連絡を待つ。でも
どうやってメンジとして君に接触すればいいんだ。それは自分で考えてくれ。悪知恵はお前のミドルネームだろ。さあもういいだろドゥドゥ。お前は聖堂島に行け。こっちは人を集めに行く。あとはお前の合流待ちだ。ゲラルト、ああ谷で会おう。ちょっと待って待って、その後はどうするの。まさかずっとメンジとして生きてバレないようにシャペルみたいに異教徒を火炙りにしろってこと。まさか。終わったらローズマリー&タイムに来てくれ。そこで落ち合って。アナグマみたいに酒盛りだ。それで分かったか。仕事にかかろう。素晴らしかったわ。一度も間違えなかったわね。公演について感想はあるか。観客が全て理解したとは思えないけど、まあ仕方ないわね。パフィンズが噂を広めてくれたおかげで大盛況だったわね。アベラードを王子役にしたのは正解ね。マキシムならベロベロによって現れるか、公演のことを忘れてしまってたでしょ。これはお礼よ。あなたの演技はなんていうか保守的ね。どこかで学んだの。ケイア・モルヘンで。最小限の表現が最大の効果を生むとな。ありがたく受け取るよ。乱暴な男ばっかり。今日も頑張ろうや。